はい、ホテルモンターニからのトレインビューです。今スーパーアズサ車両が、引き上げ線なんですよね。引き上げ線に一度、新宿駅と反対側の方向に来て、そこで方向転換してまた松本駅の上り線に入った、そういうシーンを何度も見ることができます。あずさ号に関してですね。多分松本駅側にまた折り返して発車すると思います。ところで今朝の8時近くなんですけど、夏はもう完全に逆光で、美しが原の真上に太陽が来てすごく撮影しにくいです。なので撮影する場合は夕方がいいですね。午後の時間帯が一番いいです。ということでスーパーアズサの車両とちょっと光の関係の説明でした。